そして本作品の監督を務められました庭付きの範博監督です。監督の庭付きの範博といいます。よく聞かれますが本名です。よろしくお願いします。この映画はですね、4年の制作期間をかけて、ようやく、本日日本初上映となるということで、大変今緊張していますが、こんなにたくさんのお客さんが入っていただいて、大変嬉しいです。ありがとうございます。本日はよろしくお願いします。普段全くモテない私がですね、映画の中では非常にモテまくるという、なかなかない経験をさせていただきました。モテるっていう風な目で皆さんこの映画をきっとご覧になると思うんですけど、モテるわけないので、初めの方にちょっと謝っておきます。実際はすごいモテてます。モテるわけないです。本当この素晴らしい東京フィルメックスですね、リンコの次男を上映させていただけることになり、私たちも大変ありがたく思っております。ちょっとヤングアダルトな日本の昔話っていうようなテイストになっております。ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。感想役の岩橋秀太です。このオーディションを受けた時にはまだ辻岡さんの主演ということは知らされていなくて、実際に役が決まってから主演が辻岡さんという方だ、辻岡さんという方だというふうに知ってですね、過去の作品をちょっと勉強のために拝見させていただいたら、かなりダークでハードなアウトローな感じの役もこなす方なので、で私はちょっとぼやっとした人間なので、全くこう逆といいますかね、アウトローな感じの辻岡さんがこう穏やかな僧侶をやって、もう結果なんかしたこともないような私がちょっと荒々しい役をやりますので、なんかその辺も楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。本日はご来場いただき本当にありがとうございます。先ほど物語の重要な役とだけご紹介いただいたんですけれども、今回ちょっと上映前なのでこういう役をやってるっていうとちょっとねネタバレになってしまうので、一つだけ言わせていただくと、物語の割と序盤の方でちょっとこうストーリーの、きっかけになるような役 で、ずっと顔を隠している役なんですけど、多分この一言でご覧になっていただければこれだって分かるとは思うんですけれども、あとそれ以外に町娘の一人の役として出演させていただいてます。この映画その出演以外にも結構、字幕の翻訳だったり、あといろいろ海外とのやり取りの通訳も担当させていただいて、すごいなんか撮影後からもどんどん思い出の強くなってきた映画なので、こうやって日本で上映できるようになってすごい嬉しいです。本当にありがとうございます。この映画バンクーバー国際映画祭、釜山国際映画祭と海外の映画祭でのお披露目を経まして、今回この日がですね、いよいよ日本でのジャパンプレミアということなんですけれども、今のお気持ちをぜひお聞かせください。はい、正直めちゃくちゃ怖いです。というのもですね、やっぱ海外での上映はやっぱりそんな僕より日本文化に詳しい人、観客ってそういないと思うんですけど、本日はですね、やっぱりおそらく日本人の方の方が圧倒的に多いと思いますので、僕より時代劇をたくさん見ていて、僕より日本文化に詳しい方々いっぱいいると思いますし、なんかそういう面ではやっぱりディティールのごまかしが効かないというか、なんかそうですね、なんかその辺お手柔らかにお願いしたいなという気持ちなんですけども、はい、そんな感じです。ありがとうございます。
辻岡さんも、女性にモテまくるというとても、ユニークなお坊さんの役を演じられましたけれども、撮影中のですね、楽しかった思い出とか、もしくは苦労した思い出、まあ、辻岡さんの受難ということでしょうか、ありましたらお聞かせください。あの辛い思い出しかないあの、まあ、撮影時期があの割と冬に近かったんですよね。で、あの一番辛かったのはですね、あの滝行、この滝行が本当に辛くてですね、あのこの作品あの仏教っていうものを一つのモチーフにはしてるんですけど、私もその以前からちょっとあの仏教のことを広く浅くあの知識として入り込んでおりまして、まあ、あの滝行の前には不動明王の神言を唱えるんだとか、まあ、能幕さんなんだとか、それを唱えながら、まあ、滝行に入る。で、実際その撮影現場の滝のところにもですね、あの麓に不動明王が祀られておりまして、まあ、そこにお参りをして、さあ滝行を始めようって思った瞬間ですね、もうすさまじく滝のこの水量が、で浸かるともうこれぐらいまであるんですね。なぜそうなってるのかって言ったら、あの前日に大雨がありまして、あのロケハンの時には監督とかスタッフの人たちが、あこのくらいの滝だったら全然ロケハンの時に安全確認をしたんですよね。確かにしてるんですけど、でそれでもやっぱ撮影を止めることはできないので、あのこう滝をしていたらですね、10秒ぐらいしてくるとあの視界が薄れてくるんですね。で、いやおかしい、これは寒さのせいだと思ったんです。寒さのせいで視界が薄れて体が震えてくる。よし、これはもうちょっと自分の中でまだそういう境地に立ってないから寒さとかを感じるんだと思って、もっともっとこう入り込まなきゃいけないと思って、で次撮影でまた1分ぐらい滝を打たれて、で OK ってなった瞬間ですね、もうふわーってこう倒れたんですよね。でそれからずっと自分の体が痙攣し始めまして、で麓に立てていたテントの中でスタッフさんが解放してくれて、まあこれは一体何なんだろうと、あの脳震盪だったんですね。20〜30メートルぐらい高いところからこう頭に叩きつけられるこの滝によって、あの体が震えるのは寒さだと思ったのが、脳が揺れて脳震盪が起きてた。恐ろしいことをしましたよね。そうですね。いや僕髪の毛もないしね、迫真の演技だなと思って見てたんですけどその迫真の演技が数秒ぐらいあるのでまあ、それとあの個人的な受難といいましては、やはり剃髪なんです。頭を丸める。でこれを3ヶ月毎日剃り込みを入れてツルツルにしなきゃいけないってことなんですね。でそうしてくると、こう日常生活で支障が出てくるわけなんですよ。あの身近な人だと、あなんか新しい映画の撮影でまた役が来たんですねっていうふうに声をかけてくださるんですけど、生地私結構アウトロー系の作品とかによく出ていました関係でですね、あまり私のことを存じてない方とお会いしますと、お勤めご苦労様でしたっていうようなこう意見が来るんですよ。お勤め、あなんか悪いことをされたんですよね。いや違うんですって、そういうことを会うたび会うたび3ヶ月毎日言っていかなきゃいけないっていうことが受難でしたすいませんそれ今初めて聞いたんですそれはすいません。でも、まあ、本当に吉野さんとそこにいらっしゃる照明技師の竹本さんという方が、共にこの2人が中心となって作り上げてくださったんですけど、本当自主制作映画といって誰から支援を受けたわけでもない、この2人を中心として作り上げてきたこの作品が世界に旅立ち、今日この東京フィルミックスさんで上映させていただけるということは本当にありがたく思っています。しかしながらですね、そういう自主映画だとかっていうところは差し抜いていただいて、一つの娯楽作品として厳しい目で見ていただいて私はいいと思っています。ぜひ最後までご覧ください。ありがとうございます。ありがとうございます。岩橋さん、有本さんにもお一つお伺いしたいんですけれども、岩橋さんが演じられた浪人の肝臓、凄みのあるお顔がとても印象的でしたけれども、撮影中に特に意識したこととか気をつけたことがありましたら、ぜひお聞かせください。はい、浪人役ということでですね、ちょっと見ていただければ分かると思うんですけど、もう今から30キロの、減量をしましてというのはちょっと嘘なんですけども、当時10キロの減量をして、あとの20キロはただ単に今太っちゃっただけなんですけれども、なんだっけ、エクステを
髪中にしてたのを、ちょっと短かったんでエクステでしていたので、めっちゃ、まあ、あんまりそういうのは上手に言わない方がいいかな。わかりました。じゃあこれ以上は引き取りまして、続いて有本さんなんですけれども、はい、有本さん、あの一人何役も演じられたというふうにあのお聞きしたんですけれども、演技の切り替えというのは大変でしたか？これは特にそんなあの切り替えることが求められるような役ではなかったので、割とどっちかというと割かしあの普段の自分に近いままあの演じさせていただきました。あの北役以外にです、あの結構エキストラで6役ぐらい、5、6役ぐらい、 10は行ってないと思います。10は出てないですね。片手 少人数で回してたんですエキストラもで、まあ、多分5、6回ぐらいあの顔が出てないシーンとかでも出てるので、まあ探していただければと思います。一応この映画のコンセプトはですね、一つの怪談話です。で、怪談話というとそのホラーとか、連想しがちなんですけども、まあ、決して皆さんを驚かせたりとか、怖がらせたりとか、そういう類の話ではなくてですね、例えばあの落語家さん、話し家さんがする怪談話のように、まあ、時には神妙な面持ちで、時には面白おかしくですね、世にも不思議な話を、一つお話しいたしましょうと、そういう、類の、そういう趣向のお話なので、そういうですね、大人の何でしょう、昔話でしたっけ、はい、大人の昔話をですね、あのぜひ楽しんでいただければ、嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。